マイナス10キロ、綺麗に痩せる、佐藤すみかです。年々体重が増え続けて、気がつくとプラス10キロ。ここまで来るとなかなか落とせない、なんてことないですか？そこでこの動画では、確実に痩せる方法がわかるんです。私もこれを実践してマイナス10キロ落とすことができて、未だにリバウンドはなしなんですよ。このダイエット法で確実に綺麗に痩せたい方は、ぜひ最後までご覧くださいね。テーマはこちらです。マイナス10キロ落とす方法5選についてお話しします。話の流れはこちらです。1つ目、なぜこの方法で痩せることができるんでしょうか。そして2つ目、確実に痩せる方法5選について詳しくお伝えしていきます。では1つ目の項目です。なぜこの方法を使うと痩せることができるんでしょうか、ということで、これは実際に私が行ってですね、まあ、今はマイナス10キロキープできていますし、とにかく健康なんですよね。その方法をあなたにもシェアしたいと思うんですけれども、まずですね、ポイントが2つあるんですね。綺麗に健康的に痩せるためには、1つ目、あなたの腸内環境がきちんと整っているかどうか、ここがね、ダイエットに成功するしない、またリバウンドするしない、ここのね、分かれ道になってくるんですね。ここを無視して痩せることはできません。なので、まずしないといけないことというのは、この腸内環境を整えてあげるということなんですよね。なぜかと言いますと、この腸内環境が悪いまま、どんなに食事をね、制限を頑張ったとしても、運動を頑張ったとしても、そもそもあなたの体質が太ったままなんです。そこを無視してね、どんなに頑張ってもやっぱり努力が報われないってことになってしまうんですよね。なので、遠回りをしてもらいたくないんです。そのためには、まずは腸内に住み着いている細菌たち、腸内細菌ですよね、ここの痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちをね、いかに種類を増やして、そして元気にしてあげて、いつまでもあなたの腸内でね、住み続けてくれるような環境を作ってあげることっていうのがもう大前提なわけです。そこができれば、あなたは自然と痩せるようなものが食べたくなりますし、代謝も上がりますしね。まずは腸を元気にしてあげること、その必要なところっていうのは、やっぱりこの細菌たちのバランスになってくるんですよね。その具体的な方法は、あと項目2つ目でお伝えしていきたいと思います。では2つ目です。ここも無視はできませんよね。あなたの代謝を上げる必要があるわけです。代謝が低いままいくら頑張って もう無駄ですよね。どうせするならっていうところですよね。例えば代謝が高い方、低い方、同じ運動者としても、やっぱり代謝が高い方の方が効率がいいわけです。食べることだってそうです。もう何を、置いてもですね、代謝が低いままだと損です。これすっごくね、もったいないんですよね。なので、だんだんね、誰でもそうです、年齢を重ねると代謝って落ちるんですよ。これはね、仕方がないけれども、できることはあるですよね。そこをしっかりと取り組むことで、あなたは根本的なこの2つのポイントを抑えることができたら、痩せ体質に生まれ変わっていきますから大丈夫ですから、ぜひ楽しく取り組んでいきましょうね。では2つ目の項目です。この項目は、実際私が行っている痩せる方法5選ということで、マイナス10キロということでね、お伝えしていくんですが、一つ一つあなたがすぐに実践できるようにお話ししていきますね。まず5つあるうちの1つ目がこちら、発酵食品をしっかり食べましょうということです。そんなね、発酵食品ってね、難しく考えなくても OK です。要するにこういったものです。味噌汁、納豆、ぬか漬け、キムチ、ヨーグルト、こんなね、日常を簡単に手に入るもので十分です。難しく考えなくて OK です。やはりね、日本食って素晴らしいんですよね。発酵食品がね、調味料を含めてたくさんあります、身近に。なので、このね、食材が毎食どこかね、1日のうちで食べているかなってチェックしていただきたいんですね。そうすると何がいいかというと、この発酵食品の中に、先ほど項目1でお伝えした腸内環境が整う元、善玉菌ね、これです。痩せ菌たちがたくさん入ってるのは、やっぱりこのね、発酵食品になってくるんですね。なので、発酵食品を毎食、お食事のたんびに何か入ってるかなっていうのを、まずはね、1つでもいい、2つでもいいですから、チェックしてみてくださいね。
では2つ目の方法はこちらです。あなたの体温をまず上げましょうです。例えばいかがですか？基礎体温何度ありますか？今ね、平均して低体温の方が増えてるんですよね。冷えてるお体が、まあ、いろんな理由があるんですよ。ストレスがかかっても体温下がってしまいやすくなりますし、また食べ物が年中冷たいものが手に入るっていうこの時代ですから、皆さんね、中から外から体が冷えてしまっているんですよね。そうすると代謝が一気に落ちます。内臓も動かなくなりますし、自律神経というバランスが崩れてしまって、もういいことないんですよね。なので、もしあなたが例えば36度ないっていう方は本当危ないんですけれども、36度台前後、まあ、36度1、2、3分とかね、このあたりだともうちょっと頑張ってあげましょうね。やはり36度5分以上は欲しいところです。そうするとね、もうそれだけでね、代謝が上がるんですよ。それはここです。もしあなたの体温が1度上がっただけで、なんと運動しなくても代謝が 12% も上がってしまいます。これすごい数値ですよね。もうこれは絶対にね、味方につけた方がいいです。そして2つ目、あなたの血流がアップします。どんどんね、血流が良くなっていて、要は巡りが良くなるわけです。そうすると滞って溜まっていた老廃物がどんどん外に出て、お体が燃えやすくなりますよということ。そして3つ目、これだけじゃない、たくさんのメリットがあるんですよ。免疫力が 30% も上がります。今からね、寒くなってウイルス猛威振るうね、季節がやはりね、やってくると思います。その時に備えて今ちゃんとあなたの体温を上げておけば、免疫力アップしますから、いろんなウイルスにね、負けない体を作ることができるということで、まずは体温を上げていきましょうね。体温を上げるためにやっぱりね、中から外からのケアが大事。私はどうしてるかと言いますと、もうまずはね、冷たいものを口にしないようにしています。でプラス腹巻きとかね、レッグウォーマーとか、靴下を 2,3 枚重ねて履くとか、首っていう場所ですよね、首、手首、足首、首とね、つく、まあ、部位のところをしっかりとやっぱり温めることってすごく大事です。なのであなたもまずは基礎体温を上げていきましょう。では3つ目の方法はこちら、間食しないなんですね。これを言われるとね、辛いなって思う方も多いかもしれませんけれども、間食する時ってどのようなものを召し上がってますか？もしかしたらちょっとこうつまみたくなるもの、なんかおやつ系とかね、あると思うんです。で、私も完全におやつ食べませんってことはね、まずないです。誰だってね、おやつ好きですし食べたいじゃないですか。で、私も食べますよ。でね、この腸活、腸を整えるダイエット法に向いているおやつってやっぱりあるので、私はこの YouTube チャンネルでもたくさんそのね、ダイエットにおすすめのおやつトップ3みたいな形でランキング形式でお伝えしている動画がたくさんあります。ぜひこの動画ご覧になって終わったらね、その他のおやつの動画も見てください。そういったの食べていいんです。まあ量とかね、タイミングが大事な時にですね、じゃあ私はどのタイミングでおやつを食べている、まあ、間食じゃないですね、おやつを食べているかというと、食事の時間と一緒にもうね、食べちゃうんですよ。食事と食事の間におやつはね、食べないんです。そうすることでこのマイナス10キロをキープすることができてるんですよね。で、それはなぜかっていう理由がここ。間食をしてしまうと、飴1個でもいいんですよ、ナッツとか何か口に運びますよね。で、その運んだ回数です。その回数がイコールデブホルモンが出る回数なんですよ。実はインスリンって言います。なので、どうせ食べるのはですね、口に運ぶ回数を減らすことです。なので1日摂るカロリーが同じ方でも何回にも分けて常に胃腸を休ませず、ダラ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 食べる方っていう方がね、太ります。その理由はここ、食べるたんびにインスリンが出るからですよね。これが出ると太るわけですよ。ということは、食べる量は一緒でも回数を減らすことができれば、その分このデブホルモンは出ないわけです、まあ、イコール太りにくくなるってことですよね。が、食べ方ってすっごく大事ですよ。なので損をしてはいけません。食べてもいい、いいけれども、食事と食事の間には食べないでねっていうお話です。では4つ目の方法はこちらです。糖質量を減らしましょう。まあ、これは簡単に言うとね、炭水化物、要するにお米とかパンとか
パスタみたいな、こういうね炭水化物、要は糖質の塊みたいな食べ物あります。これはやはりねエネルギー源ですから多少は必要ですよ。ただですね、糖質ってお野菜にだって入ってるんです。なので完全に例えばねお米を食べなかったからといって糖質エネルギーの元が取れないんだみたいなことはねないですし、そもそも溜め込んだ脂肪を早く減らしたいって思いませんか。その時にですね、体の仕組みで外からいつまでも糖質、まあ、要はお米とかパンとかそういったね糖質を取り続ける限りエネルギーが入ってくるわけですから、溜め込んだ脂肪をエネルギーとして体が使おうっていうふうにスイッチが変わらないんです。なので目標体重になるまではせめてですね、この糖質外から入れるエネルギー量を減らしてあげて、溜め込んだ脂肪を体がねやばいって、エネルギーなんか外から食べ物から入ってこないってなった時に、そうだったと、溜め込んだ脂肪があるじゃないかっていうことで、ようやくそこから脂肪ってね使ってもらえるわけですね。なのでやっぱり溜め込んだ脂肪をね、まずは目標を決めていただいて、1キロ2キロってね脂肪がなくなるまではちょっとこの糖質はね控えようっていう、永遠じゃないですよ、ずっとじゃない、目標に行くまででいいですから、まずはねこの溜め込んだ脂肪をエネルギーとして使うスイッチを入れるための糖質をカットっていうのもポイントです。ちなみに私はですね、夜ご飯にこの糖質を取らないです。しっかりとお野菜とか食物繊維としっかりタンパク質、お肉とか魚とか大豆製品、これを 50-50 で取るような食事をいつも食べてます。では最後5つ目の方法はこちらです。7時間睡眠を心がけましょうですって言われたらね、わかります、取れないって忙しい先生ってね言う方多い、すごくわかります。私だって毎日できてるかって言われたらノーです。ただし痩せたいなら1日も早く、やはり寝ることです。寝ないと太っちゃう。なのでですね、なぜかっていうと、あの睡眠不足になったらきつくてだるくて眠いじゃないですか。そういった状態を体にその感じさせるのが続くとですね、それだけであなたはそうは思ってなくっても体はですね嫌なんです。もうちょっといい加減寝かせてくれないかなってやっぱりね心の底で思ってるわけですよね。そうした時にですね、あなたは気がついてなかったとしても体は十分気がついてるんですよね。もうそういったことがね、ストレス状態って体がもう受け入れてますから、その時に良くないのがこの、ね、コルチゾールっていうのが出るんですよ。これが出ちゃうと食欲が暴走してしまうんですよね。めちゃくちゃ食べたくなっちゃうんですよ、寝不足になるだけで。これどうですか、思い当たりませんか。なんでこんなに食べるのね、やめられないのって、なんでこんなすぐねお腹すくんだろうって、もうわけわからないっていう方はですね、もしかしたら寝不足じゃないですかっていうことなんですよ。だったら寝ることですね。もうとにかくもういいって、もう今日はいいってね、急ぎじゃない仕事であれば後回し、まずは健康的で痩せるためには7時間週に1回でも2回でもいいので7時間睡眠をこの日は取るんだっていうね、曜日を決めてもいいかもしれないですね。そういった形でルーティン化してみてくださいね。さあいかがだったでしょうか。今回は私が実践した5選マイナス10キロ落とした方法を詳しくお伝えしてみました。全部一度にできなくてもいいです。まずはあなたのペースでね、今日は1つ目と4つ目をしてみようかなとかでもいいんです。大事なのは続けること。マイナス10キロはそんなね 1,2 週間でできることではありません。まずはあなたの体質改善から、そして生活習慣を見直して、できるところから大丈夫、必ずできますから、まずはこの5つ守ってみてくださいね。この動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録よろしくお願いいたします。とっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。